はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、やっていきましょうか。あー、いい。なんか中山きんに君のアーノルドン、うんうんうん、いい。あれは彼のネタでございますからね、こちらがパクるわけにいかない。はい、ということで今回探索からの G2 ぶちのめすところまで行きたいなっていうところですね。前回は、ブラナー警部補のとどめをね、刺しまして、ご愁傷様ですので、お疲れ様でございました。もう安らかにお眠りくださいということでね。今回は、静かに。ここでね、めちゃくちゃ焦ったんですよ。いないな。すげえってね、叫んでくるからね、ほんとびっくりするわ。で、こっち進んでいって、まずは隠しアイテムの1個目ね。でここにね、初手いるね。あ、なんかちょっと、いや、すげえ明かりで見づらいな。ギリギリに近づいて、これあのドアのところからバーンって、あ、ん、一発、あれ、そんなに弱い、一発よ。へえ、なんだよ、こいつら一発でお亡くなりになるんやったら、ちょっと待って、ちょ、こんな体力ひっきんやったら初めからやっときゃよかった。わあ、今更のアイテムがいっぱいだね。もうだって閉じるところようなところもないべやね。え、多分ないよね。で、いつまでもドアに恋する乙女ちゃん。じゃあここ開けて、ああ、はい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 、タンクね。じゃあここ普通に戻りましょう。でもう一個だね。ここでもなんかあれだね、ケース、あれ、ここウロウロしてる変態ちゃんがいた気もしなくもなくもないんだけど、まあいいか。じゃあここからは上から回ってった方が早いから、スッスッスッ、あ、ちょ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 。でここはね、まだね、寝てるね、ジャイアンがいるんだよ。起こすとね、エコーボイスでうるさいからね、非常にね。で、こ前回なんだっけ、地図をパッて見た時に、そうそう思い出したんで、ここまだ撮ってなくて、これだったんだよ。これ地味にね、もう今更いらねえんじゃねえかっていう感じなんだけど、とりあえず撮っとく。でまだいたはずだから、慎重に、ここの子ね、怒らせると怖いですからね。さあ、どこにいる、あれ、いない、いないね。えい、おー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 、降ってきて、めっちゃ爪がピヨンってチラッチラッって爪がピョンって出てきた。OK、 じゃあこの木箱を開け、ん、今奥の方、見逃さない見逃さない、そうそう、ここで期待のニューフェイスがね、手に入るからね。よし、じゃあこれでライト、あ、そうだ、これがあるとね、照準がパッと速くなるから。あ、でもなんか照準をパッと合わせてまで打つようなあれなかった気もするんだけど、バレてる、いけ、よし、はい。じゃあもうね、いよいよ本当に警察署とのおさらばの時間が近づいてまいりましたが、これどこら辺から歩いてった方がいいのかな、階段、でもなんか、まあさっと入った方が早そうな気もしなくもないんだけどな。さすがにあそこから助走でブエーってきたらね、こっちのビビってワーって。さあ皆さん、お楽しみの時間でございます。期待のニューフェイス、おへそ。堪能した、堪能した。これね、1回しか見れないね、これ繰り返し見れないんだよね。残念でした。あれ、ファイルに収まってんだっけな、ちょっとよく覚えてないからあれだけど。じゃあアイテム性、とりあえずこれはまずマーグナム、レオンのマグナム、キーで預けて、これもいらない。よし、じゃあ下水道戻りましょうか。下水道戻って、いよいよあいつとの対戦でございますね。慎重に慎重に。
慎重に慎重に、うん、さあどこにいる、近くにいないよね、いない、オッケー、じゃあもう大丈夫、はあ、さあ警察署も無事なんとかクリアすることができましたので、まあ、本当にここまで戻ってきてね、あのうろうろやったかやってかやってたりとかしたらね、ランクがタイムの都合で下がっちゃうとかってなるんだけど、まあ別にそこ今回狙ってないからね、一周目でね、まあクレア表で S ランクとか取れてね、侍 H 無限とか取れたら万歳じゃねえかくらいの感覚で、よしじゃあ戻っていきましょう。喋ることがない、そうそうそう、あこの間ね、前職の同期と LINE をしてた、 LINE をしてたというか、まあ、喋ってたんよ、電話でね、でそのなんか2年目の時になんかその1年を振り返ってと、これからのキャリアを形成するためにっていう名目で合宿があるんですよ、2年目だけが集まって、当時僕の同期含めて、僕含めて同期6人いて、で、まあ、ちょっととある何だろう、合宿場じゃないけど、なんかそんな感じのところで、先輩社員を2人こう毎回計5回あって、毎回2人ずつ招いて、まあ、計10人の先輩方にいろいろ教えてもらうみたいなのがあったりしたんですけど、まあ、そこでね、何回目だったかな、3回目くらいかな、あれ夏だったと思うから、うん、3回目くらいの時に、まあ、ちょっと、ね、僕たちの他にその LINE で喋ってたやつ、まあ、名古屋に住んでるやつ、名古屋の支店にいたやつなんだけど、そいつの上司が来たわけなんですよ。普段は大阪とかねの上司から来ることが、大阪の上司とか、奥で現れてたね、来るっていうことが多かったんですけど、まあ、その時ね、まあ、そのそいつが上司のこと嫌いすぎて、まあまあ仮にS だとしよう、 S がねその上司のこと嫌いだとして、その S がもうね嫌いすぎてずっとテンション低いのよ。でちょっとそのみんなで食事とか取ったりとか、その後まあ談笑とかしてる時に、まあ、将来の話みたいな時に、僕もね、まあ、調子乗ったっていうか、単純に興味があって、将来何したいの、どうしたいの、なんで、何もないんだよねって、何もなくていいのみたいな感じでこうなんかうるるるるべらべらべらって喋ってたわけですわ。ダメだったね、開かなかった、くっそ、あれちょっと待って、喋りながら考える、喋りながら考える。そうでね、そしたらなんか、まあ同期が6人いて、女子2の男子4っていう構成で、女子2人がね、僕のね、なんかその S に向かって聞いてたっていうか、その態度がなんかすごい偉そうで、なんかめちゃくちゃ嫌だったよねみたいな話、あの態度ないわみたいなね、悪口を言ってるのがね、聞こえてきたんだよね。それこそどうなのって思ったけど、まあまあその人の心象を悪くしてしまうようなコミュニケーションを目の前で取ってたっていうのは、僕も良くなかったのかなって思うけど、でもさ、それを陰でこそこそ言ってる貴様らの方がもっと 悪なんじゃねえかと思って、人に伝わらなかったらいいかもしれないけど、伝わっちゃってたんね、悪口って、って思った。でそれとは別で、そいつがね、途中で S がね、 S が途中で退場したんですよ、うん、でなかなか戻ってこないなと思って心配になって、僕見に行ったんですよね、見に行ったんですよ。そしたら過呼吸を起こしてソファーで倒れてたんですよ。大丈夫かっつって、で大丈夫大丈夫っつって、で 僕がね、あんまりにもその詰めすぎたんじゃないかと思って、すごい反省して、いや俺のせいやな、ごめん申し訳ないって言って、めっちゃ謝ってたんやけど、いや、ブルーホースのせいじゃないって、ブルーホースのせいじゃないって言って、もう 上司が嫌すぎて、上司に対する拒否反応からそれが起こってしまったっていうことを言ってて、これルークだよな、うん、ルークは向かい合っていた、あーはしゃべりながらだから全然わけ分かってねえぞ。でね、その時僕は思ったわけさ、なんかさ、そのなんか人に態度が悪いとかうんぬんとかって言ってさ、なんかその言われたその S がかわいそうだとかって言ってるのがさ、チラ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 聞こえてくるわけよ、そのまあ薄い木造の古い合宿所だからさ、そんな話をしてさ、思ったわけよ、そんなこと言うくらいだってさ、心配だってさ、かわいそうだとかって言うんだったらさ、いなくなってさ
もう20分も30分も帰ってこなかったわけですよってなったらさ、普通見に行かないと思って、見に行かないでさ、口先だけでさ、あいつかわいそうだとかって言ってるお前らの方がなんか残酷なやつらだなってすっげえ思ったのよね。うん、まあ、案の定ね、まあ、あのそういうようなことをね、あの裏でこそ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 言うようなやつらだから、僕はあの、ね、退職した、まあ、てか、まあ、全員退職してるんだけど6人ともねその後にね、なんかね、あの女子2人はね、僕のことをね LINE どうやらブロックしてるみたいなんだけどね、もう今ちょっと分かんなくなっちゃったけど、当時その 1,2 年前ブロックされてるかどうかっていうのが分かる方法っていうのがあったから LINE で、まあ、1人はね持ってないあからさまで、あの Twitter ブロックされたから、あこいつ俺のこと LINE をブロックしてんだなっていうのが多分分かった、 はっきりと分かったんだけどね、まあそんな感じですわ、まあ、こんな性格してっからね、僕ねあんまり女の子受けは良くないですよ、性格上、残念ながらね。だからね、あの皆さんモテる男になってください、視聴者さんが男性だったら。さてさて、いよいよボス戦でございますね。どうなるやら、どうなるやら。よいしょよいしょ。違うな。なんか勢い余って、なんかポチポチポチ適当にやったけど、あれ？ああ、いたいたいた。じゃあこれでエイダのところへ向かおうか。とても思ったが。あ、めっちゃ固まったわ。もう完全に出てくるって分かったね、今ね。で、この辺りの位置で待機してたら食らわないはず。で、確か3回だったかな。これ、この出てきてる間に銃でバコバコ撃ってダメージ蓄積されていくものなのかな、よく分かんないけど。とりあえず3回ドゥーンってきたら、これで、あそこのシャッターが開くはずなので、ちょっと開かねえのかよ、まだ、ちょっと待って、あ、いらんダメージ受けた、マジか、おー、近い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 、ちょっと待って、それは聞いてない、うわー、使うつもりのなかった回復アイテムも使わされる、ちょっと待って、来る来る、ちょっと待って、あの予想外の出来事が起きてマジでビビってんだけど、あ、来た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 、さあ行くぞ、走れ、あいつ生きてた、そうなんです、生きてたんですよ、さあ逃げろ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 、うん、あのね、意外とね、ちょっと使えるだけでね、こいつね足が速いからね、パッとね一瞬でパンって攻撃を受けることがあるからね、よいしょ、ほら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 、もう起きてるもう起きてる、はいはい、まあ、その着地した時にね、自分の体重が重すぎるのかな、グエーってなってるから、ね、その間にね、あのチュ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 、荒れてる荒れてる荒れてる、どうしようか、おっと、背中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 、この時は背中あったんだね、もうね、あのここでハンドガンを撃ち尽くす、もうあのなんだっけ、研究所でもあのいらないと思ってるから、あっ、ちょっと裏剣は効いてない、マジか、やべ、まさか裏剣やったな、よし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 、危ね危ね、まさかのまさかの裏剣やったな、普通にブン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 振り回してくるだけだと思ってた、よしよし、多分使い尽くせ使い尽くせ打ち尽くせ打ち尽くせ、ほら、はい、残念でした、あーダメか、ダメージが足りなかったか、個人的には、あ、いてー、マジかよ、個人的にはダークサイドクロニクルに出てくるね G3 がかっこいいなと思うんだよな、怪力、まさかの行って飛び膝蹴りを食らわせてくるから、じゃあ飛び膝蹴りじゃない回し蹴りか、チュ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 、ほら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 、オッケー、よし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 、おかわりあげん、さあ来るか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 、立ち上がろうもんなら立ち上がろうもんならね、もう一瞬で、あ、来た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 、大丈夫そうだね、オッケー、よしよし、ちょっと無駄にダメージを受けてしまったものの、なんとか、ふっ、重さでさらば、さらば青春の光、よしよし、まあ、ちょっとね無駄にダメージを受けてしまったところはあるけど、まあ、まあ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 、あの、これで終わり、無難に無難に、あと、はい、T
テムが、どこや、なんかハンドガンの弾がどっかに落ちてるみたいな感じだね。どこやろ、わからん、どこ、ちょっと待って、くしゃみが出そう、うん、失礼、なった、よかった、よし、じゃあちょっと異臭騒ぎが発生しそうなエイダちゃんの元に戻っていきましょうか。はい、ソイプロテイン飲んでますけど、ちゃんと言っとくべきだったな。すごいドロッとしてる今。こっちよ。さあ、多分臭いだろうな、シンプルな。自分じゃ抜けない。俺だって無理だ。やって、これじゃ歩けないわ。分かった、ね、ここまで言ったら自分で抜いたらいいのにね。自分で抜く抜くのはレイダーの方じゃないの。ダメだ、そういうこと言っちゃいけないんだな。いいから楽にして。まあでも痛いよな、何かが刺さる経験っていうのはあるけど、ここまでぶっといのが刺さる、ぶっといのが刺さる。それでこれからどうする。ダメだ、でもな、このあなたを逃げて、このリーダーを抱こうって、なんか逃げられるうちに、地味にさ、この初めてリーダーが出てきた時さ、なんか目のサイズが大きいみたいなこと言ったけどさ、分かった、顔がでかいんだ。なんかこういう芸人いたよね、金太郎。そう簡単に引くかよ。なんか金太郎に近くない、目の上がり具合とかね。君を守るっていう話をしてる。今レオンが見つめる先はね、おっぱいしかないから。残念、今回のサムネのおっぱいはニューフェイスの方だから、君じゃない、残念だったね。なんだろうな、同じショートカットだし、くびれもあっていい感じなんだけど、こいつよりはやっぱりレベッカの方がいいな。あ、若いっていうのがあるね、レベッカ。この当時18歳ですからね。ウイルスのサンプルがある。大学卒業した秀才でございますけれども。どう、付き合う。付き合うよ。他に予定もないしね。君にぶっといのを刺さなきゃいけないからね。やることがいっぱい。了解。二人してお腹抱えてさ、あれお腹抱えるって。足支えるならわかるけど、どうしたんだろうな。いいね、どこでそれを。レイダちゃん、お腹、あ、まさか G に植え付けられた。はあ、全然来ない。来てる、あ、来てるね。違う、毎回同じミスをするな。ここら辺はアイテム特に落ちてないかな。レイダ来てるね。はい、じゃあ誘いで、活動か。結構よ。よし。ああ、そっか。でもこれあれか、ネストに行くところまでをやるってからじゃないとダメだったのか。どっかでセーブしとくばよかったかな。さっきのたまのところ、まあいいか。ここのシーンでね。うん、さてと、いつの間に来たの？歩くの早。じゃあこれをぐいっと引っ張りましょうか。さあ。二人の東京ラブストーリーが始まる。この先は片道切符よ。覚悟はいい。みんな覚悟終わり。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。特に喋ることないんだよ、ね、さっき自分の悲しい過去の話をしちゃったからな。俺は許せない。アンブレラに乗り込んで、あら、どう一刻も早く処罰すべきだ、ね、僕のことを陰で悪口言ってたって、ね、でもあなたは、まあ、そんなない、ね、正式に任命されてない。高校の時なんかもさ、僕野球部が大嫌いだったんだけど、野球部の連中も、その野球部の連中が僕を嫌いだ。だから僕は一体複数を相手にして嫌われてたっていうね。いい、みんな、僕何回もね、別の動画とかでもね、話したことがあるけど、ライフシフトっていう、まあ、本にも書かれてる通り、人生で大切なのはお金、まあ、お金を稼ぐ力っていうのは、その本業だけじゃなくて、いろんなこう多角的視点からも考えなきゃいけないっていう話があるんだけど、それだけじゃなくて、ね、ちょっと黙ろうか。ちょっと一瞬黙ろう。この話の続きはこの二人のラブラブが終わったら喋るわ。まともに動けない。あなたが最後の希望なの、お願い。君を置いてけない、
もし襲われたらどうする？平気よ。私なら大丈夫。見届けたいの。事件の結末を。そんなとこに手が置かれたら。あなたのこともね。ぶっとくなっちゃう。間もなくネストに到着します。行って。行って。お願い。時間がないの。行っていいよって。太ももに手を置いたから行っていいよって。ただただエロい話したいだけっていうね。いやマジでそんなエロい話したいな、なんかな、なんていうの、その行為自体もしたいけど、行為よりもなんかね、エロい話でね、アホみたいに中学生みたいに盛って盛り上がりたいっていうね、そういう欲がね、30にしてね、もう半分の年の頃を思い出して思うよね。さてと、よし、じゃあね、とりあえずこっちは何もないよね。あれ俺さっき何の話したっけ。あれな、ここでセーブポイントはないけどアイテム整理できるんだ。まあ別にいらないけど。あれ俺さっき何の話したっけ。やばい、ど忘れした。あ、だ悲しい過去の話だ、うん、そうそう。だからお金を、お金も大事だから、ただそのお金そのものというよりはお金をいつでも稼ぐことができるぜって多角的な能力を身につけていることっていうのと、あとなんだっけ、あ、そうそうそう、友達、友人っていうのが大事。特に人生の後半において、やっぱ人間って寿命が伸びるか伸びないか、健康的に生きられるか生きられないかって、その人間関係の深さ広さっていうのがかかってくるっていう話なんでね、はい、という、まあ、興味を垂れたところで終了とさせていただきたいと思います。ということで、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ではまた次回のパートをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。誰か僕と友達になって。